パリでアラモード、パブロバ。皆さん、パブロバって知っていますか？それは今パリで流行っているお菓子。オーストラリアやニュージーランド発祥で、メレンゲの上に生クリームとフルーツをトッピングしたお菓子です。ホストファミリーの家族が教えてくれて、前に手作りのパブロバを食べさせてくれました。それがとっても美味しくて興味が湧きました。その形やデコレーション、味のアレンジの幅の広さに惹かれて、今回初めてオリジナルパブロバを作りました。味も見た目も大満足。私のパブロバ熱がさらに高まりました。